が粘りながらっていう部分でしょうし、はい、まあ、途中ちょっと怪しい時になりました、ね、かけましたけど、でもそこをね、あのなんとか踏ん張って、はい、粘りのハムっていう感じですよね。そうですね、はい、どうやらヒーローインタビューが始まるようですが、放送席ファイターズファンの皆さん、ファイターズ今日のヒーローは10年連続50試合登板を達成しました宮西直輝選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。10年連続50試合登板、この数字ものすごい記録だと思いますが、本人としてはいかがですか？そうですね、本当に毎日、僕の調子を整えてくれるトレーナーさんに感謝したいと思います。この記録ですが、パリーグでは初めて、プロ野球史上でも2人目の快挙ということになります。これを聞いてどうでしょうか？まさか自分ができるとは思ってなかったので、本当に嬉しく思います。宮西投手は10年目となりますが、と言いますと1年目からフル回転ということになります。どうでしょう、どんなことを大事にしているんでしょう、ここまで投げられる秘訣教えてください。いや本当に一試合一試合、がむしゃらに放ってきたものだと思います。その思いというのは1年目から変わっていないですか？それともこの10年で何かリリーフとしてのその気持ち変化ありましたか？いや本当に10年間チームのために抑えれたらいいなと思いながら投げてました。この記録を持ちますのがセリーグの岩瀬投手、プロ野球の最多登板を持っていますが、どうでしょう宮西投手、ここまで投げたいという何か思いありますか？いやもう岩瀬さんはすごい一緒なので、僕なんかと比べたらダメですね、はい。地元関西で快挙を達成しました。ファンの皆さんも、ね、本当に喜んでいると思います。今後に向けてメッセージいただけますか？はい、本当にありがとうございました。10年間本当に大きな声援のおかげでここまで投げられたと思います。残り試合少ないですけど、一生懸命頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。おめでとうございます。宮西投手でした。宮西投手のヒーローインタビューをご覧いただきました。宮西投手は市立尼崎高校から関西学院大学、そして北海道日本ハムファイターズ